ローマはシーズン途中でエースを失うことになるのかもしれない。チェルシーはローマ FW エディン・ジェコと DF エメルソン・パルミエリの獲得に近づいているようだ。ローマのモンチ SD が認めている。本当の移籍市場でストライカーを探すチェルシー。ピーター・クラウチやアンディ・キャロルの名前が騒ぎが荒れる中、ローマのジェコに狙いを定めたと伝えられていた。そしてチャンピオンズリーグ CL ではグループ C でチェルシーを抑えて首位通過を果たしたローマだが、エースの売却を許可するようだ。クラブのモンチ SD は21日の会見で放出を許可することを示唆している。ローマは解体されたわけじゃない。もし選手を売却すれば、新たな選手を獲得することは明らかだ。なお移籍金は、ジェコとエメルソンを合わせて5000万ユーロ、約68億円ボーナス1000万ユーロ、約14億円になると見込まれている。なお、ローマ側が要求していた FW ミチー・バチュアイが取引に含まれることはないようだ。公式戦直近5試合で2分3敗と勝ちがないローマ。2月には CL 決勝トーナメント開幕も控え、シーズンは佳境に突入するが、このタイミングでエースを失うことになるのかもしれない。